で、最近腕を上げたな。あんたにはまだまだかなわねえよ。それにしても年は偉いな。商売の合間にきちんと稽古にも通って。どこが偉いってんだ。俺は今まで何一つまともにやりきったことがねえ。どうしようもねえやつだよ。農家を継ぐのは嫌。商い奉公もろくに続かずに飛び出しちまう。あれだって食っていくため仕方なしにやってる。たまたま合わなかっただけだろ。逆を言えば他にやりたいことがあるんじゃないのか。やりたいことは、あんたはあるのか。え、俺か。俺は弱気を助け主義を貫く漢口のような武将になりたいと思ってる。あ、いや、子供の頃から憧れていたんだ。よく父親に三国志演技を聞かせてもらっていたからな。笑うだろう。農民の子が武将を夢見るなんて。いや、俺も同じだ。侍になりてんだ。本物の侍に。偉人がクジラみてえにでけえ船で日本に来る時代だ。とんでもねえことが次々に起こっちまってる。今なら農民だって武士になれるかもしれねえ。そうか。トシと俺は同じ夢を目指しているのか。